こんにちは柏流一の、えー、今日のインタビューのを始めさせていただきます今日はズバリさようなら韓国さようならってさようならって,ってこういうやつですよねあのまずね与党の敗北からちょっと話をしますねまあ、中央日報からちょっと読んでみましょうか外信が韓国の国会議員総選挙の結果をめぐりい、えー、ユンの非政権が物価など民政権案に集中できず疎通ができず与党が惨敗したという評価を一斉に出しただからコミュニケーションがうまくいってなかったと 多いんですよね1,190議席を超える巨大野党政局でユン政権が経済懸案解決に対する激しい圧迫を受けるだろうという観測とともにだ一部ではユン大統領が具体的な成果を出すことができる外交政策にむしろさらに集中する可能性も指摘された、えー、でもそう言ってもやっぱり国内はね内政がうまく固まらないのに積極的に外政に出れるわけないですよね。 外交も絶対うまくいかないでしょうロイター通信は10日政権問題が重要だがユン大統領の一方的な意思決定の姿勢が総選挙敗北という結果をもたらしたと選挙結果を指摘したその上で医療改革など大衆的な人気政策を展開しながらも疎通が不足したそのため政治的に恩恵な中層、えー、中3層有権者の支持を失ったとした BBC のガーディアンなど他の英国メディアも与党圧勝の原因を韓国経済のの状況に対する大衆の憤怒と報道したガーディアンは今回の選挙が生活危機なので人気が落ちたユン大統領に対する中間信任投票の性格が濃厚だったと伝えただからユン,大ユン大統領うまくいってたら与党も負けなかっただろうとこういうことなんですよね。 過半数の議席を確保できないまま5年間の任期を終えなければならない最初の大統領となり政策推進の求心力を失うことになるだろうという分析も出てきた BBC はユン大統領が「物価上昇人口高齢化イシスト」などさまざまな懸案を解決せよとの圧力をさらに激しく受け取るだろう直前国会よりさらに強力になった野党の圧迫に 外交政策以外は特別な成果なく、退任を迎え、戻されもあるだろうとした。これまで文政権が金融消費、えっ、ー、と金融投資、消費税、廃止など減税、基調を継続して経済活力を試みたが、えっ、ー、と今回の総選挙敗北で首相が予想,予想されるという見通しも出てきた。金融投資消費税廃止はえ党、ー、に民主党が。 金持ち減税を理由に反対してきた事実で事実上挫傷する危険に置かれたという分析からだこれと関連しニューヨーク・タイムズは法人税引き下げをはじめと,する、えー、はじめとして長らく特別な進展がなかった各種企業神話的な政策がさらに複雑に絡まることになるだろうと伝えた。内政はうまくいかないだろうとみんな、えー、外の人は思ってるとこういうことなんですよね。 ただ外交安全保障政策と関連して今回の選挙が結果すぐに影響を及ぼしはしないだろうというのが外信の大半の意見だと。一部外信はユン大統領が今後外交にさらななるる力を入れれかもししいと予想した、えー。ウェズリアン大学のジョ,ジョアン・ジョー東,大、えー東,えー、東アジア学研究教授はウォール・ストリート・ジャーナルに「ユン大統領の業績はほとんどは対米外交政策」そうですね。 えすなわち米国との経済的連携を強化して日本との二国間と三国間関係を改善したこと残りの任期の間国際問題に集中する可能性が大きいと話した韓国外国語大学国際地域大学院のメイソン・リッチー教授は「ユン大統領としては依然として法的権限がある外交政策に集中した有力を感じるだろうとロイター」とローターに話したと。えー 上級副所長らがこの,この日出した韓国総選挙結果の合意という報告書ではユン大統領はユン大統領の国,国内外政策は相当な逆風に直面するだろうが韓国の外交政策はポピュリズムに基盤を置かないため現在の方向性を維持する可能性が高いと分析した。その一方で少数野党 多数よえっ、ー、と少数与党多数野党の政局がこうした外交路線の障害になるだろうっていう見,見通しも出したと。報告書は野党は、えー、ユン大統領の外交政策が非実用的という批判の声を,を高めるだろうと。えっ、ー、と民主党のえっ、ー、とイジェミンえっとイジェミンイジェミョン代表は選挙運動期間に台湾海峡とウクライナ問題について中立性を擁護した。 来ましたよもうだからもうこれにこれはユン大統領のアプローチ方式と対比されこうした戦略的分裂は新しい国会でさらに深まるだろうとしたと。これと関論しウォール・ストリート・ジャーナルは韓国の保守党が次期大統領選挙で政権を維持できるか疑問が出続ければ韓国の友人花噺か敵か敵か敵か。 ユン大統領の外交政策方針に有効期限があるという仮定のもとで動くかもしれないと指摘した。日本のメディアは韓日会計改善の動きにブレーキがかかるかもしれないと懸念する。あるメディアはユン大統領が日本を重視する外交政策に変化を与えないだろうが。日本が日本に批判的な野党の牽制で。え、韓日関係改善に否定的な影響が及ぶ恐れがあると伝えた。やっぱりね。 あのこうここでねここでねやっぱりこうこう,いうえっ、ー、と保守党に投票しないっていうのはねやっぱ韓国人の人たちは自分たちは安全だと思ってるからなんですよねやっぱりねあのー、いわゆるあのー、リベラリズムとこう現実主義っていうんですか我々、まあ、国際政治に言われるね,ねその二つがあるとするとやっぱり、ね、リベラリズムはやっぱりこういう安全性って意外に鈍感なんですよねやっぱりこう 現実主義っていうんですかリアリズムっていうのはやっぱり自分の国を滅びるかもしれないっていう全体がまずあって、その上で議論を構築するんですよね。いやリアリズムに合いんですよね。だから韓国ではね、だから本当ね、あの自分たちは平和で安全なんだと、日本なんかやっつけたらいいんだと、そういうねすごく単調なね,図がね頭の中にすもう刷り込まれていて、もう非常に僕は危機を感じますね。まあ、台湾の人はね、さすがに危ないと感じてるんだろうなと思います。 それはやっぱりね、あれだけちゃんとシェルターも作って、えー、ちゃんと一応避難,避難練習もしてるわけですから何にもなないいとは思ってないんですよね。だからこれがねやっぱり韓国とと台湾の大きな違いだと思いだ思ます。まあ、決定的な違いはね日本,の日本人の方がね意外と安全保障環境に敏感なんじゃないかこういうことなんですよね。やっぱり現在くらいの状態なんだったら日本の状態が維持される方が僕はいいなとこう個人的には考えています。 日米合同委員会があったったていいんですよ別に今の日本が維持できるようになったらねむしろなかったら困るんじゃないかと思いますがねからやっぱり日米安保条約っていうかその枠組みっていうのは大きく崩すべきじゃないっていうのが僕の意見です。 それはそれは細かいところだったら問題ありますよ犯罪を起こした、ね、米兵が、ね、勝手に帰っても勝手にっていうかねなんかいちゃもんつけて帰ってもらうとかねそういうことありますけどそれはまあちょっと置いといてやっぱ日本人も犠牲になってますからね決して許されるべきことではないんですけどでもやっぱり今,今の日本の状態が維持されるっていうのは大まかに言っていいことだとだ僕は思っていますこう言うとねなんか保守の人から文句を送らうのかもしれませんね。 えーまあ、でもドイツとの比較化してみましょうかドイツにはねやっぱりねナチスドイツが禁止されてるでしょだからそれがねちょっとこう拡大するみたいな形でねどん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 言論の自由がなくなってるんですよね移民問題でね批判的な言動っていうのは基本的に今のドイツでは許されてないんですよだからね移民の犯罪がねだから移民がね犯罪を起こしてもメディアが報じないというねもうむちゃくちゃなことになってるわけですよ日本でもね クル,ド人クルド人にやばい奴らだっていうことぐらいは報道されるんでやっぱり日本の方がまだねあの言論のの自由の幅がドイツよよりはもうちょっと大きいんですよね、まあ、国家の、ね、信用がね、えー、国家がどれだけ信用されるか他の国々からねそれが最終的にはその国家を救うことになるっていうことをだからねやっぱりね盗まれた仏像を返さないとかあと戦後賠償にケチをつけるとか。 あと慰安婦の問題をけ、えー、持ち出すとかねもう本当にくだらないことばっかりしてますよね。こういうことやったらなんか国際的信用はどうなのっていうことを自分たちに嘘をついたら全然ただで嘘はつけるからどんどんついてしまおうっていうのが韓国人の人の考えなですよねで。そういうことばっかりやってるからだんだん日本最後のねあの韓国にとってね日本というのは最後の命綱なんですよ。 でもその犠牲はね一生懸命踏み,踏みつけてねバンバンバンいじめてるっていうのが今の韓国なんですよね。そのぐらいねやっぱりこうなんかななどういったらいいかあの安全保障に関わったりする感覚が今の韓国としてはずれてるんですよね。ですからこれはどう考えても韓国という国は滅びるだろうとそれははっきり断言しておきたいですね。以前言いましたよねだから日本と関係が良好なところほど栄えるんだと。 そりゃそうですよね。だから日本と関係がないとこ、韓国は韓国というのが北朝鮮はどんどん悪くなりますね。そういうもんなんですよ。だから日本と関係を気づくか気づかないか気づかないかっていうのが世界の国々にとってのすごく大きな問題なはずなんですよね。もうこれはあんまり気が付いてない人が多いのかもしれませんけど。やっぱ世話になっていながらね、忘れると。これはいかに人間としてもダメだし、国家としてはさらにダメですよね。まあ、そういう国家だと。 あやっぱりねあの本当にねだからこうとえっと何ですか、えー、韓国が滅びるってことをね証明をちょっとしましょうトランプは多分大統領になりますよねトランプ政権のので韓、えー、韓国政策はどうなるのかこれはねあの、えー、トランプ政権の末期にねエスパー国防長官という方がおられましたねその方が回想録書いてるんですよそれを扱った記事がありましたんでねそれをちょっと読み上げてみますね、えー、エスパー前国防長官は10日に発売の回想録で トランプ前大統領が在任時に、在任時に韓国への貿易赤字に不満を募らせ、在韓米軍撤退に固執していたと明らかにしたいと。韓国エスパー氏らは、えー、反対。えー、ポンペイ国務長官は、当時は、えー、大統領、在韓米軍撤退は2期目の優先事項にしましょうと。 <laughs> うまくいきますねいやそれは二期目にしましょう今やめときましょうとそう言ったんですよねうまいですねやっぱりポンペの方がやっぱり一枚上手ですよねと助け本にはだしトランプ氏もそうだな二期目だなと答えたというトランプ氏は2020年10月11月の大統領選で敗北し敗北し一気で退任核質が伝えられた、えー、エスパー氏は、えー、同月解任された トランプ氏は18年の米,米朝首脳会談後に在韓米軍の縮小撤退の可能性に言及したことがあると回顧録によるとトラ,ンプはしトランプ氏は韓国はひどいと聞きか <laughs> お前韓国ひどいぞ <laughs> 本当にこ,ここは本当にねトランプと一緒に大声でねトランプ韓国ひどいぞとやっぱり言ってやりたいですね本当にね本当にそうです在米軍撤退を何度も要求したと。 エスパー氏は進めていた米軍の世界的な体制見直しを理由にかわし続けたとしたうまくやっぱり周りの人がねそれそれはちょっと今やみときましょうやみときましょと言ってねうまくごまかしたこういう話ですよねだからやっぱりね北朝鮮の皆さんねちょっと考えてみてください北朝鮮なんで何発も、ね、ミサイルを日本側とかに、ね、ポン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 発射してるんでしょうかねこれどういう意味があるんでしょうかたまには日本を超える、えー、ミサイルもありましたねこれは何を意味してるのか 皆さん、考えられたことありますか。これはやっぱりね、日本とアメリカを牽制するためだろうと、こう僕個人は考えています。だからね、あの、本当にね、なんか,かん、朝鮮半島な何か起こったも、お前ら手出すなよと。そういう感じですよね。鉄板、ッパンパンでやっといて、あの、ね、こっちに近づくなよと、といいな、お前らっていう、そういう言い方ですよね。やっぱ、バ馬クの孫ですよね、本当にね。そういう感じがします。でもね、最終的にね、在韓米軍がいなくなれば、あとは朝鮮半島は。 でそれ北朝鮮がやりたい放題やったら後ろにいる中国とロシア黙ってみとくでしょうかね韓国には多彩さえね半導体産業があるわけですよ。あこれうまいなこれを頂い,いてもらおうかっていう感じでバッと出るっていうのは十分考えられることですよね。ですから韓国は最終的に信用を失ったかゆえに自国を失ってしまうという非常に劇的なね、えー、っと歴史がこれから見られるだろうとこういう予測できるんですよね。 今ね週に1日にね1話ずつねあの半ギャラね復讐のルル,ルーシだったっけなあなんかそコードギアスってやつがシリーズやってるんですね、えー、YouTube でついつい見てしまうんですよ日本がねなんかブレグ何かっっブリタニア帝国というねなんかアングロサクソンにね全部征服されてで日本だけでとられるサクラダイドというねエネルギー源ですか それをとにかく輸出してねなんとか国として国というかね本当にこう、えー、アングロサクソンの植民地になってしまうそういうね高等無形な話から始まるんですけど本当にねこういうそういう,こう全部がね占領されてしまって全然もう二の句はつげないみたいなねそんなことは韓国はなるんじゃないのかなと思って僕はニヤニヤしながら毎日見てます。 まあ今日はこれで終わりにしましょうか。あのね、あのちょっと一つだけお願いします。あのコメントね寄せたくださる方は僕は大体あの目を通してます。でね、コメント目を通すときはね大体携帯チェックするんですよね。携帯でああそうか、いつもこの人こういう面白いことを書いてくれてあるなと思ってすごく僕はそれが楽しみなんですよ。あまたまにねあのすごくいいコメント書いておられるのにちょっとねこうコメントにこう応援しようと思ったらコメント消されてましたよね今日はねすごく残念だったんですよ。 あだからそれはすごくパッと頭に入って、うん、あれなんですけどもすごくねせっかくいいコメント出してあるのにえ消されてしまって僕はすごく残念でしたなるべくあの、まあ、消されるんだったら仕方がありませんけど1日ぐらいもったってください <laughs> それなら僕返事書きますんでねちょ,ちょっと残念だなとそう思ってます。 あ天ぷらのね美味しい作り方の話が載っててあこれはうこうやって作ったらうまそうやろなと思ってあこれはこれはちょっとねあのえー、こうご返事書か,かなあかんと思ってたらなかったんですよねすごく残念なんで本当にねあのコメントがないとねもうやる気出ませんわほんまにねですからよろしくお願いしますいうわけで、ね、じゃあまあサックスもねお願いしますねまあそういうわけで今日おしまいしますあ韓国とはもうこれでせいぜいぜさようならが もうすぐやってあ,とあと1年か2年ぐらいでやってくるんじゃないでしょうかね今年中とは言いませんけど来年中でしょうな韓国軍は、えー、在韓米軍は撤退するでしょうし韓国がもうあとはどうなるか分かんないっていうね安倍共感地獄になるとまあそれがねやっぱ韓国の人は気づかないっていうのがやっぱり民族性なんでしょうなやっぱ台湾の人の方がもうちょっと素直でいいですよねあの本当にね台湾がそのまま日本になってしまうっていうのは当然あり得ることかなと思いますけどやっぱり韓国はいらんいら いらん、お前らほんまいらん、そんな感じですよね。ですから、本当にそうなってくれたらなと思います。じゃあ、今日はこれを終わりましょうね。失礼し,します。